薄い炭をこうたっぷりと。なんか人物、私も人物描くんですけど、人物デッサンとやっぱり自分が描きたいものって、まあ自分の描きたいものがあってデッサンやるじゃないですか。で、本画に映るとどうしてもなんかデッサンの正確さみたいなのに引っ張られちゃって、自分の描きたいものがちょっと弱くなってきちゃったりするんですけど、そういうバランスってどうやって取ってるんですか？あ、それは俺もすごい考え迷ったら自分がこっちの形にしたいなと思った方にしようと思って書きました。なるほど、はい、そのバランスはやっぱり毎回その絵によって変わる。まだそれは多分俺の心の弱いところなんだけど、それは毎回違います。こっちが少しこう、なんていうの、ポエムみたいなのが、垣間見えるけど、こっちがあんまり これに見えてるフォルムが出てこない。そう、エスキースもあまり気にずにやってるんですね。こっちでどんどん描いていきたいなと思ってます。でも、なんかこう、別にこれをやり沿ってやらなくてもいいけど、ちょっとこう一瞬、時々こっちのフォルムがこう出てきてもいいような、少し時々なんかこう回想するみたいな、こっちのエスキースになっ
で、でまたなんかこう、こっちで戻って進んでいくっていうになってみるよね。